良いか皆、敵はあの家康、兵力で勝っても出過ぎるな。奴は野戦に長ける。ふん、頭でっかちが分かったようにペラペラと。つうかてめえは、出過ぎたバカは必ず転ぶ。自重せよ。しかも向こうは信勝を擁し大義も得ている。頑張らないとな。きっとバカの頭じゃ太刀打ちできない。頑張ってね、三成。まあ俺の頭に限っては問題ない。出来が違う。まあ頭に限らずいろいろな。なるほど。差し詰め、バカと大バカとどうしようもないバカってとこですかね。なあ。ご心配なく、三人揃えばバカ力が出せますよ。うわい。来た。行くぜ。まっすぐ俺たちの道を、俺たちの未来を目指して。さあ。秀吉は自宅の高い弟子を召し、信長の後継者の座を確立なものとした。これに対し信長の二人信勝は三河の徳川家康と組み対立を深めた。秀吉家康両雄は己の大軍を率い小牧長久手の地に差し入る。ついに決戦に及ぶ。秀吉の軍中や、その天下を夢高き将、石田三成、加藤清正、福島正則、そして農民、島左近の姿があった。家康が我らの壁だと。ふん、打ち壊すだけだ。第2話、小牧長久手の戦い。計算通り進め、なれば勝つ。
ならば門を敵に開けさせてみせましょう。長くてトイレが奪われたと。本拠岡崎城が危うい。岡崎城を脅かされぬよう、わし自ら動く。戦術的に兵力分散の下策を知りつつもな。今のは入れてもらおう。敵ではないな。小牧山城さえ取ってまで。こいつは下した。それ以上点変更。全然押し上げる。こちらも前に押し出す。あとは制圧するだけだ。行くぞ。守らねばならん。ああ。
守ってやる。俺たちさあ。バカ者が、俺が負けると思ったら